こんにちは、ハーソッカジクの久保でございます。今日の FX はね、12月になりましたけども、まあポイントを何点かお話してさらっと終わっていこうかと思います。まあ12月も勝てるといいですよね。じゃあこちらです。デイリーを見ていきますね。デイリーの方なんですが、ここはね、ポイントはね、ここですよね。まあ2点底になりかけてるかなというところでございます。ここを割らずに戻っていったわけですから、やっぱりこのね、包み足が生きてるかなと思いますね。ここの包み足が。ですんでね、どういうふうに結論付けるかと言いますと、やっぱり、この112円の825から上の世界で、しばらくやっていくんじゃないかなと思います。つまりは、上昇傾向に行くんじゃないかなと。うん。やっぱここのね、ポイントってのは割れないと思うんですよね。113円の028ですか。112円の825か。ちょっと書いておきましょうか。112円の825を割らないようにデイリーってのは進んでいくんじゃないですか。はい、では次の時間軸、4時間です。4時間はこことここですよね。うん、だここを結んでこういうような線を引くと、やっぱりさっきと同じような、ね、水準になってきますよね。だ今後は上昇の方を見ていけばいいと思いますんで、ちょっと移動平均線はね、下の方にブワーッと広がりましたけども、なんだこれなんだこれ、まあ、ここから上昇傾向に行くんじゃないかなってところを見ていけばいいと思いますね。エントリーはしないですよ。1時間ですけども、右肩下がりだったと思います。そしてここでは均衡してたんですけども、ブレイクしてですね、ズバーッと下の方に行きましたよね。で、それが今回勢いを止めていく。その勢いを止める力点っていうのは、ちょっとね、こちらの方にも消えちゃってるんですけども、ここですよね。ここで支えられてますから、こっからあれですかね、移動平均線は収束していくんじゃないですか、横の方に。でなおかつその後で上の方に行くっていう形を取ると思います。まあ、こんな全体像ですよね。あとはね、月が変わりましたので、これリアルタイムなんですね。ちょっと月足も見ていきましょうか。はい、月足を見ていくと、114円の352で赤いライン引いてますよね。ここを越えずに下に行ったところが一番大きなヒゲで見えると思います。一番右側のヒゲでね。ただ上昇に向かうような形にはなってます。で、上昇がどこまで行くかっていうと、118円の040、ここまでは上昇する、まあ、余力があるかなと。でウィークリーですけども、どん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 上がっていったんですけども、ここで上昇の勢いはね、ちょっと止まるんじゃないかなってことでございます。まあ、ですんで、115円に行くことはあっても、116円にすぐに行くことはないかなと。で、そういうところを見極めるような、12月の初頭であってほしいなというところですね。はい、じゃあ12月1日になりましてね、水曜日なんですけども、水、木、金と、特にエントリーするつもりなく、もう余裕を持ってじっくり見ていきましょう。で、雇用調整も、雇用統計もね、金曜日に発表されますけども、それも、もう大きく動くことはないでしょうね。で、6日から10日の間で、やっぱりね、何度かエントリーをして、ちょっと200ピップスを取っていきたいかなっていうのが私の考えですね。まあ、ここで200ピップス、まあ20万か30万取っておかないと、もう、ね、ちょっと12月の中盤から後半っていうのはあまり期待できないんでね。まあ、そういうふうな心づもりで追ってください。とりあえずは4日まではじっくりと見ていくことだけに終始します。それでは、いってらっしゃい。